三つタービンは、日本の競争馬。前世紀には、オグリキャップ記念、ダイオライト記念のダートグレード競争2勝を挙げ、9歳になっても、地方競馬の重賞で2勝を挙げるなど、脚部不安に悩まされながらも息の長い活躍を続けた。2002年11月24日に、上山競馬場でデビュー。JRA 認定競争の初戦は2着に敗れたが、2戦目で、 勝利して、認定資格を獲得。そのまま、笠松競馬場に移籍する。1月1日に、笠松初出走。小馬との混合競争に出たが4馬審査をつけて圧勝。ゴールドジュニアは2着。その後、JRA の競争やダートグレード競争に挑戦を続けた。名古屋優春サラブレッドチャレンジカップで、それぞれ4着。ダービーグランプリでは3着に入り。 笠松重賞の岐阜金賞を勝利した後挑んだ JBC クラシックでも5着入賞。力のあるところを見せる。そして中京競馬場の千万条件戦であるコーラ系特別へ。後に重賞2賞を挙げるアンドオールに4馬審査、3着馬に9馬審査をつけて圧勝した。地元の重賞東海ゴールドカップで8馬審査の圧勝を飾ると、 平安ステークスに挑戦したものの6着に終わった。続く、フェブラリーステークスでは先行して粘り込み、アドマイアドンから0.2秒差の4着に前線した。そして、船橋競馬場で行われた、ダイオライト記念。やや下降戦だった加熱フルーブを抑えて一番人気に、支持されると、レースでも逃げた加熱フルーブをトライイングランディーレ以下に4馬審査を、つけて圧勝。 ダートグレード競争初勝利を挙げた。さらにオグリキャップ記念でも、単勝1.1倍の圧倒的一番人気に、支持され、直線では後続を大きく離して、加熱フルーブとの一騎打ちの末、一場審査をつけて、ダートグレード競争に連勝を飾った。しかし、ここで、屈建園を発症し、休養に入った。6月1日に、 ローレル総破で1年2ヶ月ぶりに出走。高崎競馬場から移籍してきたタワリングドリームとの競り合いを制したが、再び脚部不安を発症し、休養に入る。結局5歳児は、この1層のみで終わった。前層からちょうど1年経った5月31日のローレル総破、同馬屋のエンシェントに刺され2着に終わる。そして、またもや半年の休養。 カサマツグランプリで復帰すると3番手から抜け出して、解消した。しかし、またもや脚部不安で休養に入る。ローカル重賞になった、オグリキャップ記念から出走するも、5着。ローレル走破は圧勝するが、帝王賞は13着に。その後川崎競馬場のスパーキングサマーカップ、その田競馬場の姫山吉歌賞、水沢競馬場のオッズパークグランプリに出走するが、 いずれも勝つことができず、地元の笠松グランプリでも4着に終わる。放置オールスターカップから始動。この年はコンスタントにほぼ月1回のローテーションで12、そうするが、A に特別で1勝した他は、すべて4着以下となった。2年連続出走の放置オールスターカップでは、惨敗するが、ウィンターソーハを2着、そして、 マーチカップで2着に6馬審査をつけ久々に勝ち星を挙げ、2年4ヶ月ぶりの重賞勝利を飾った。続く、東海大歌賞は6着、久々の JRA でのレースとなった、東海ステークスでは13着、名古屋の名港坂月では7着。そして、8月20日のプロ有利賞では、後位から抜け出し勝利したが、レースはと歩み様が悪化。 蹄めを痛め全治1年以上がかかるとのことで引退が決定された。11月23日に笠松競馬場で引退式が行われた。オーナーの牧場である三脇牧場で種ご場としてつなぎを入りし、初年度は4頭と交配しすべて受退済み。その3区から2013年12月28日に三脇黒熊が笠松競馬場で 初勝利を挙げたが、ここまで重賞価値の馬は出ていない。なお、三つ秋牧場閉鎖の関係で、2012年2月に廃用となった。廃用後の消息はわかっていない。ありがとうございます。